モスクワも楽しかったと、はい、モスクワはきつかったですで世界選手権で2位になるんですけど、まあ、その時に記者会見で緊張で泣きそうでしたっていうセリフを言ってましたけども、はい、でも取れたんですよ。あの時はちゃんとオペラ座の怪人の時なんですけど、そうなんです、緊張で泣きそうってしっかり英語で通訳さん訳してくれて受けてましたけどね、世界中で。いやもうね、あの時ね、そうなんですよ、世界選手権、そうですね、あの最終グループ、トリノオリンピックで初めて最終グループっていうものに入ったんですよ、世界レベルので次の最終グループっていうのはショートプログラムを滑って上位6番まで入るってことですか。そうですね、はい、でその世界選手権もなんかほぼそういったメダル圏内の中での最終グループっていうのは初めてだったんですけど、で、まあ、日本っていうことで本当にこれ取らなきゃやばいっていうところと、まあ、ここで見せてやりたいっていう、見せつけたいっていう自分の気持ちとのプレッシャーっていうのはすごくあったので厳しかったですね。あれはよくあの時負けなかったですよね。そうです、あの時はなんか、ね、フリーもね、うん、1番だったんですよね。2番、1番、ショートはねちょっとあまり良くなくて3番でした、ね、実はあの風邪をひいてしまいました前日にダメですね。そう、体調管理ができてなかったの です、ね、ですごい怒られましたけど風邪をひいてしまいまして、で、まあ、こうやって2位になったんですから、まあ、みんなね日本中の方もそうだと思うんですけども、バンクーバーはね行くだろうって思った方も多いと思うんですよね。記者も思ってたら次のシーズン世界選手権なぜか4位、はい、でその後ちょっとモロゾフコーチを離れることになりますよね。そうですね、はい、あれって自分の中でもあれもあれですごい大きい、あ、ちょっと変わります、波乱万丈が始まっちゃうんですよ彼のちょっと、はいはい、ちょっとスポコン漫画でもなかなか作れないぐらいの波乱万丈を持ってらっしゃる方なんですけれども。そうですかね、まあ、いやなかなかコーチと別れるのと怪我と同じ時にはやらないでしょそうですかねニコライ・モロゾフコーチって言ってあのロシアのコーチで今も安藤美希さんとか教えてらっしゃったりしてますけれども、あの離れるっていうのはやっぱり大きかったですか。そうですね、あの、まあ、今までこうフルに任せてというか信じ切ってやってたので、その任す人がいなくなったというか、まあ、長光コーチはいたんですけれども本当にサポート役にもう回ってしまってたので、こう急にこうはまた元には戻れないんですよ。やっぱりこう長い、特に長い間関係を持ってるという言い方はちょっとあれですけどあのリレーションシップをすいませんリレーションシップをねこう保ってきたので、特に、まあ、あの普通のコーチと生徒っていう関係ではなく、やっぱ一緒に同居させて居候させてもらって居候っていうのかな、こう同居させていただいて、こう、まあ、半分親のような子供のようなみたいな関係の中でやってきてるので、こうすぐにはポンと戻れなくて、でこう今までこう練習方法だったり全てを任せてたのに、こう今度は自分自身で決めていかなければいけないってところで、でも自分の言う言葉のに責任もやっぱなかなか取れなくて、すごくこう迷いがあったりとかもあったので、そこら辺は大変でしたね、うん、なかなかその時から自分で何とかしなきゃって思うようになるんですよね。そうですね、自分、まあ、そういうタイミングなのかなっていう、まあ、22?、うん、ちょっと2008、あ、そうですね、22だ、22ですから、はい、大学卒業するんですね。そうですね、なんで、はい、まあ一応ね、うん、あの世間的にはその外に出る飛び立つところなので、まあ、しっくりしなきゃっていうのが、でもなんかあんまりしっくりいかなかったんですよね。しっくりというか、まあ、うまくいかなかったというか、こうブレるというか、どうしたらいいのかわからないというか思ったらいきなり怪我。そうですね、もうすごい、もういろんなところ、いろんな意味でメンタルが最悪だったので、まあ、そこで、まあ、でもやっとシーズンに向けてこう練習しだしたって時に切っちゃいましたね。切っちゃいましたね、はい、で割と切った直後元気だったんですよね。そうなんですよ、はい、まさかあんな大変なリハビリが入ってるとは。あれはね、まあ、本当は あんなにリハビリ毎日できないんですけど、まあ、オリンピックが近いということで、すごく協力してくださってこう毎日 していただいて、まあ、本当にそれはありがたいことなんですけど、それも分かってるんですけど、それ以上に厳しくて厳しいリハビリの内容をちょっと一部見せていただきましょうか、はい、本当にリハビリって単調な作業なんですよね。これで数値が出ないと次にステップに行けないんですよ。ある程度のものをクリアしないと次のリハビリができないんですね、はい、標準のあるんですけど、それをクリアしないといけなくて、
毛も染めてるから荒れてたんですね。そうですね、あの荒れてる時は、うん、メンタル荒れてる時は髪の毛が金髪になってるらしいですみたいです。この時黒いですしねすいません、もう今じゃ考えられないですけどでもやっぱ本当にリハビリってきついらしくて、だいたい同じことの繰り返しじゃないですか。そうです、永遠エンドレスですね。エンドレスにこんなことしてるだけじゃないですか、はい。まあ、だいたいみんな脱走するんですよね、スポーツ選手。どうなんですかね、プロ野球選手もだいたい脱走するんですよ。脱走するんですか。一度どっか脱走するか逃げるんですけど、はい、逃げない、逃げてしまいましたね。逃げてしまいました、はい。あの辛い、よくそのシーズンにみんなに聞かれたのは、これだけ辛い思いをして何か得たものありましたかって聞くんですけど、脱走して今はないけど、ああごめんなさい、もう一回。辛かったでしょ、リハビリは辛くって、はいはい、そういう辛い思いをしたら何か得たものありましたかって聞かれて、大体沈黙してたんですけど、はい、まあ辛い時は辛いって気持ちしかないんですけど、はい、今はもう2年とか3年経ってみて、はい、何が一番得られたと思いますか、怪我から。そうですね、まあ、あの怪我をきっかけに自分の体っていうものというか、体っていうものに意識がいくようになった。 なんかちょっと分かりますかね。なんか、うん、体を知ることの大事さっていうのは気づかされた。まあ、逆にそれがこう邪魔して頭で考えすぎちゃって、こうスケートにうまくいかないか、今まで感覚でバーってやってきた人間なので、それから切り替わって頭でっていうとなかなか難しくて、こう、まあ、今まで2年3年ぐらいかかっちゃったんですけど、まあ、でもそれをすることによって、興味を持つことによって、今のこういう状況が生まれてきてるので。どういうところで生きてますか。まあ、あれからすごく、まあ、リハビリでいろんなことを考えながら体を動かすには、こういうことを考えながら動かすとまたより一層効果が出るなっていうところっていうのは、そのリハビリをしてから気づったことで、する前はこう逆にあまりこう今調子がいいから何もしないでおこうっていう、維持していこうっていうところで滑ってたんですけど、まあトレーナーについてからですけどね、それまではトレーナーついてなかったので何も考えずにチャランポランに滑ってましたけど、やっぱりその時にやっぱりニコライ・モロゾフコーチのところに同じ大学の選手の小田君が行ったりとかして、やっぱりいろいろ言われたりしたじゃないですか、世の中の人たちとか。まあ狭いスケート界かもしれないけど、やっぱりね、言われるとやっぱり気になったりするじゃないですか。そういうところで気持ちを強く保てたっていうのは、あ、それはでもあんまり、まあ自分が決めたことっていうのもあったし、まあその小田選手も自分自身が決めたことで、やっぱりみんなこうトップを目指していってるので、まあそこら辺のストレスっていうのが、それはまあ習いたい先生になるのは当たり前かなっていうところがあったので、何のストレスもなかったですかね、そこら辺は。ただこう自分がどうしていけばいいのかっていうところにはストレスありましたけど。でも実際怪我のリハビリが、さっきの映像であった辛いリハビリが6ヶ月、はい、4ヶ月ぐらい、6ヶ月ぐらい続いたんですよね。まあ、基本的には半年続いてっていうふうに言われるんですけど、初めて滑ってみたらえって感じだったんですよね。初めて滑った時は本当に腰引け状態で、ここどこまでやっていいのかがわからないというか、その怖さがすごくあって、まあ、滑って、まあ、ちょっとしたら慣れてきたので、まあ、全然滑ることに関しては大丈夫でしたけど、ジャンプの最初は怖かったですね。本当になんかこうだいたいシーズンっていうものは9月の末とかぐらいから徐々に始まって、はい、まあ、10月からですけれども、その前の年の10月に怪我して、はい、1年空けて、まあ、10月にそうですね、復帰してきて試合で初めて、僕金メダルって言ってたけど果たして間に合うのかなっていう気持ちはありましたよね。もう全然間に合わないと思ってましたオリンピックいけるかなっていうところで、まあ、その初めて飛んだ時なんかはもう絶対無理だなっていうところはありましたけど、もう怖すぎて、でもまあ1ヶ月2ヶ月するうちにある程度戻ってきたんですけど、1回僕ジャンプ全部なくなっちゃって、また全然飛べなくなってしまったので、その時はかなりの勢いで焦りましたけど、でまあ試合やっても成績できないというか、こういい演技もできないし、それは焦りましたね。でもあまり不思議とその時にいやでも俺大丈夫ですよとか言わなくて、うん、割といやメダルはだいぶ遠いかなとか割と素直に喋ってましたような気がするもうね、見え張ってないような気がしたんですよ、ね、あのね、取り繕えないぐらい、うん、焦ってたんで取り繕っても仕方ないなって、もう開き直るしかないなみたいな、もうギリギリ間に合ったらそれでいいやみたいな
間に合いたかったんですけど、なんかこう復活劇は絶対作りたいみたいなどこかにはすごくあったんですけど、でも実際状況はちゃんと見えるじゃないですか、自分自身が復活してあーって、うん、なんか言わせてみたいと思ったけど、見たいっていうところはすごくありましたけど、でも実際ね状況はね現状はすごく自分が一番分かってるんで、まあ、そこは冷静には入れられましたけど、なんで多分そういう発言をしてたのかなっていうのはあります。なかなかそれでね、あの長光先生やとかとも喧嘩したりとかいろいろ大変だったみたいですね。そうですね、あのほぼ毎日のように喧嘩してましたね。何が原因なんですか？でもただの八つ当たりですね僕のいやでもあの当時はね、まあ、マネージャーもそうですけどトレーナーにも、まあ、トレーナー、まあ、長光コーチよりもトレーナーが一番ひどかったですね。何やったんですか？もう携帯を投げちゃったのでそれでも怒らずにね、あのまあ、あのご存知の方はご存知だと思いますけども、あんな感じで淡々とまあまあみたいなまあいてくれて本当によかったなと思います。もう本当に僕の吐き口でしたから、あトレーニング見てるよりそっちの方が多かったんじゃないかな、あの当時は。心のリハビリみたいな。心のリハビリはかなりしてくださいましたね。でもやっぱりそのなかなか自分のスケートに持てな自信が持てなくても、やっぱりそれまで築いてきたものに対するプライドはありますよね、うん、この辺の折り合いってどうしてたんですか？どうですかね、まあ、プライドはありましたけど、まあ、特にあの試合に行ったりする公式練習で一緒にこう他の選手と滑ったりとかなんかすると、自分自身だけちょっとやっぱりなんていうんですかね、ジャンプも飛べなかったり不安定だったりとか、今まではもうそんな心配は全くなかったのに、まあ、なかなか飛べないんで、そのなんか恥じゃない、恥ずかしいっていうか、なんか情けないというか、みっともないというか、そういう気持ちっていう中での戦いっていうのがありましたね。それは思う必要はないと思うんですけどね。でも今までができてたから、そこら辺でこうなんかこう自分が自信を持っていられないっていうところはあったので、そこら辺は大変でしたね。で、ついに氷に乗り始めて試合とか要するにショー人前で滑るようになったのが8月なんで、はい、それからまあ9、10、11、12と進んでバンクーバーオリンピック、ついに、はい、復活劇が始まりますが、ちょうど年が明けた2010年の1月ぐらいから体が戻ったっておっしゃってましたよね。体、自分の体のがどこに飛んでいくのかとか、体がどういう動きをするのかが分かるようになって、はい、それまで分からないでよくあれだけやってましたね。それまでいやでもできてなかったですけどね、あのそのバンクーバー、あごめんなさい変な発音になっちゃいましたけどあのバンクーバーの時も今から思えば全然こう戻ってきてないなっていうのは今から思えばね、でもその当時はこう全日本を越してこうなんかこう頭っていうよりもだいぶ体で動けるようになってきたなっていうところはありましたね、うんうん、でやっぱりじゃあ皆さんも興味持ってオリンピックってみんな興奮すると思うんですけれども、日本人なんかオリンピックってやっぱりどの大会とも全く違うんですよ。違います、うん、本当に雰囲気が違うんですよ。テレビじゃわからないんですけども。違いますよね。違いますね、まあ、オリンピック感を味わえるのはテレビだと思うんですけどそうなんかだんだんワクワクしてるなっていうのをこういうことあんまりわからないので、でもまあその緊張感、あの空気感っていうのはやっぱりオリンピックは違いますね。何が違うんですか？何ですかね、あれ選手もそうですけど、まあ、4年に一度、でもやっぱりオリンピックと世界選手権ってやっぱりどっちもハイクラスですけど、やっぱりオリンピックので勝つっていう凄さっていう4年に1回合わせる凄さっていうのはやっぱり選手本人たちが一番知ってるじゃないですか、難しさを、まあ、そういった中で作り上がる空気っていうのが違うのかなと思いますし、まあ、周りの方もね、そのオリンピックっていうものをやっぱり意識違うじゃないですか、そういう応援してくれる方もでスタッフもそうですけど、まあ、そういったみんなのあれが違うのかなと思いますけど、ね、会場にいるとビンビン回ってるなっていう空気感なんですけど、そこでオリンピックの演技をちょっと